はですね、今からちょっとある人物に会いに行きたいというか、一緒にご飯を食べたいと思います。楽しみ。つぶりかの最後来てたら結構前やったと思うけど、ご飯食べます。結構ね、今1万歩ぐらい歩いてきたから疲れた。あ、来ました。元気ちょっと待って、何落とした。今何か落としてたけど、指輪が飛びました。元気、若葉ちゃん久しぶり。元気です。久しぶりです。あの、急で申し訳ないねんけどさ、お腹空いたからご飯食べに行こう。よろしくお願いします。行こう。いや、びっくりした、なんか吹っ飛んでた。めっちゃ美味しそう。すげえお肉でかい。赤ちゃん、肉？肉です。今日は肉です。今日肉行こう。はい、肉食べちゃおう。はい、サラダバー行ってきました。あ、美味しそう。あ、美味しそう。いい感じ。楽しそう。チーズトーストめっちゃうまそう。乾杯しようぜ、乾杯。乾杯。お疲れ。お疲れ。いや、なんか元気そうでよかったわ。一応元気で。いやいや、めっちゃよかった。なんかもうめちゃくちゃ落ち込んでたらどうしようって思った。いや、なんかめっちゃみんなに心配されたんですけど、うん、その心配かけないように、うん、あのインタビューしていただいて、うん、記事を読んでいただければと思います。そう、記事読んだよ。あの、すごい元気そうでよかった。いや、嬉しいです。うん、え、ちょっと待って、俺の YouTube でまさか緊張してる。いや、めっちゃ緊張してる。何もないから、やっぱりカメラ回るとちょっと無理です。はい、メインが来ました。わ、美味しそう、やば。肉とホタテやん。ホタテ好きな、若葉ちゃん？大好きです。あ、そうなんや。なんかお肉好きっていうのは前聞いたことあんねんけど、ホタテも好きなだけど、なんか肉とホタテ、はい、ていうか肉と海鮮が両方食べれるというセットが、最高あることにより、はい、もうそちらに到着しました。あの、すいません、ファンの皆さん、若葉ちゃんに、あ、明治神宮のスケートリンクに、あの、ホタテ送ってあげてください。ホタテと肉。コストコのやつでいいみたいです。意外と安上がり。優しい、若葉ちゃんがフォーク出してくれた。ごめん、めっちゃボケてた。ナイフでした、すみません。無意識に。ナイフでした。あ、いいね。わ、あ、いい感じ。それ焼き具合はどうですか？ミディアム。あ、ミディアム。ごめんなさい、ちょっと発音よく言ってもらっていいですか？ミディアム。いいですね。はい、どうぞどうぞ。さあ、樋口若葉の食レポが始まります。どうですか？お、ちょっと小刻みにうなずきましたね、今。うん。ミディアム。いやいや、味の感想を言って。味はミディアムじゃないでしょ、別に。このままでもめっちゃお肉の味がするし、うん、肉肉しい。わあ、いいですね。テレビ局の皆さん、ぜひ樋口若葉をあの食レポの番組にお願いします。食レポの感想とかどうやって考えてるんですか？食レポ、あ、じゃあちょっと撮ってもらっていいですか？じゃあ、あの、じゃあ、あの、今からマダイのグリルいただきます。いい香り、すごいいい香り。誰が喋ってるか分かんない。いただきます。わっ、魚もすごい、ほろほろほぐれちゃう。いただきます。すごいお魚、肉厚ですよ。あ、ちょっと待って。ほら、こんな感じ。いただきます。おいしい。あの、白身魚なんですけど、意外とこの皮にも脂があってすごくおいしいです。またこのソース、すごいお魚と合いますね。これめちゃくちゃおいしいです。ここ来たら皆さん絶対これ頼んでください。よろしくお願いします。どうでしたか？いや、美味しいしか言ってない。
しい恥ずかしい。今ねすごい顔が真っ赤になっちゃった。実際なってる。返してカプラ返して。メイン食べ終わってまたタコスがあってタコス作って食べちゃいます。若葉ちゃんは若葉ちゃん何食べてんの？チーズトーストコンスープキー。美味しいよね、ここのチーズトースト。あ、出るか、美味しい出るか、美味しい出るか、美味しい出るか。いや、美味しかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。信成さんの当たり前ですけどおごりです。ごちそうさまです。鈴良さんありがとうございます。お腹いっぱいになった？はい、いっぱい、胸いっぱい。いっぱい話して、いっぱい話して胸いっぱいになった。はい、ありがとうございます。いやいやいや、こちらこそ楽しかった。今はどういう風に過ごしてんの？一日は今は、まあスケートはあんまりしてないので、うん、まあ、自由に寝て起きて食べてみたいな、うん、好きなことしてみたいな生活してます。うんうんうん、心は元気？元気ですよ、一応。一応がなんか引っかかんねんな。いや、いろいろやっぱり考えちゃうことあるんですけど、まあでもそれなりにいろいろ考えながら、うん、やってますね。やってる？はい。で、スケートはじゃあ今してないの？してないですね。してなくてさ、不安になったりとか？いや、正直ありますけど、うん、でもなんか、まあ、まあ滑れるようになったらまた滑ったらいいし、うん、なんかまあ今せっかくお休みしてるから、うん、いろんなことまたスケートにつながるようにいろんなことできたらいいなって思います。でもなんか今日すごい見て顔めっちゃ元気そうでめっちゃ楽しそうでよかった。いや、多分皆さんが思ってるより元気なので、うん、あ、よかった。大丈夫です。え、スケートの大会とか今やってるやつは見てる？あ、全然見てないって言ったらなんですけど。いやいやいや、いや全然なんか見てなくて、うん、まあなんか本当に休んでる期間なので、うんうん、スケートのことそんなに考えずに、うんうん、なんかまたそういろんなことを考えながらスケートに戻れればいいかなって感じなんで、うんうん、今はとにかくスケートからちょっと離れて生活してます。なんか離れてる時にさ、こんなこと聞くのもありやねんけどさ、やっぱスケートへの、なんて言うんだろう、スケートへの情熱っていうのは変わってない？え、変わってないと思います。なんかそれこそ、うん、なんか自分の、まあ、去年とかの演技見たりもそうだし、うん、まあ、いろんな選手とかスケーターの演技を見たりもそうだし、うん、なんかやっぱりこんなことできたら面白いなとか、あ、表現の面とかもすごく思うから、うん、なんかそういった意味ではやっぱりスケート好きなんだなって思います。うん、あ、じゃあ気持ちは前向き。気持ちは前向きね。前向き。あ、よかったよかった。でもなんかやっぱみんなすごい心配してるけど、そうですね、でもめっちゃみんな待ってるから、めちゃくちゃ俺も含めてみんなはほんまに、多分これ見てくれてるファンの人たちほんま若葉ちゃんのことをずっと待ってるから、いや、それはなんていうんだろう、どんな形であれ、もちろんそのトリプルアクセルも飛べるじゃん、完璧なね、それはもう演技で帰ってきてくれたら嬉しいと思うけど、そうじゃなくてもやっぱり元気で滑ってる姿というか、そういうのをみんな絶対待ってるから、また見たいなって、そういう笑顔で楽しく滑る若葉ちゃん見たいなって思ってると思うよ、みんな。ありがとうございます。いや、ほんまにあのちょっと視聴者さんには分かんないですけど、散々ちょっと面白い話したから急にちょっと僕が真面目な話し始めたんで、なんか雰囲気おかしいですけど雰囲気なんだかんだ2時間ぐらい喋っといてるから、喋りっぱなしでいろんなこと喋りました。いや、楽しかったね。はい、うん、またあのイタリアのお土産渡すな。あ、お願いします。待ってます。ああ、よかった。じゃあまた、はい、あのゆっくり休んで、はい、また元気な姿見せてね。ありがとうございます。はい、本当に。じゃあ以上です。バイバイ。バイバイ。バイバイ。